ヤマハ RD は、ヤマハ発動機が製造販売していたオートバイのシリーズ車種。50cc クラスから 400cc クラスまで、排気量別に生産された。同社の AX125、デラックス二2 5 0 RX350 の後継機種として、また鈴木 GT 及び RG シリーズや、 川崎 SS 及び KH シリーズの対抗車種として開発が行われた2ストロークエンジンを搭載する車種である。同シリーズの生産は1973年から1988年まで製造されたが、1980年以前は国内輸出使用者の名称として、1980年以降は後継者である RZ シリーズの輸出使用者の名称となっていた。 1980年代以降の RD250LC、RD350LC、RD350RZ350 については、ヤマハ RZ の項を参照。RD の名の由来は、ヤマハ内の排気量別コード名から。R はレーサー、または 350cc、D は 250cc を意味する。 1972年に発売された FX50 の欧州仕様を1973年に RD50 と名称変更。1974年に国内仕様の RD50 を発売。RD1251973 年に発売1971年に発売されたデラックス2 5 0の後継機種として1973年に 販売が開始された空冷にストロークエンジンを搭載するスポーツバイク。兄弟車として RD350 も併売しており、フレーム等を共用していたことからエンジンなどを流用して組み上げられている個体も多い。1975年、1978年にマイナーチェンジを受けるが、最終形の丸みを帯びたデザインは特に人気を集め、 RZ シリーズにバトンタッチされた後も中古車市場で長らく人気を集めることとなった。RD3501973 年に発売された RD250 の兄弟車。フレームなどは250と共用。このため、後年250のオーナーがエンジンなどを流用したことから国内仕様が減損することは稀である。1975年。 ライバルの後輩起量化に伴い RD400 へバトンタッチされた。RD4001975 年に発売された RD250 の兄弟車。搭載した空冷ーーニストローク2気筒のエンジンは最終型では最高出力40馬力を発揮した。前身の RD350 同様フレームなどを RD250 と共用していることから、 現存する RD350 同様に国内使用者が少ない400-250の最終型はキャストホイールを装備していたが片目は SP が付かないままであった。ありがとうございます。